著名名人は有名人だと高額になりますが例えば、春風さんや木村花さんは有名人になりますが現在 YouTube や Instagram などで SNS で有名になれる時代で損害賠償の時に有名人と認められる基準とは何なんでしょうか廣瀬さん、好きです。えっとあの、その有名人かどうかというのはあんまり関係ないんですけどただその、えっと、名誉毀損によってどれぐらいの被害を被ったかというところがその被害額として算定されるんですよね。 僕がじゃあ知り合いの死んだ魚目を愛しているひげおやじさんにその人殺しっていうのを言ったとしてでそのひげおやじさんがちょうどなんか学校で講演会をやる予定だったのにその僕が人殺しっていうのを YouTube で言ったせいでそこの仕事がキャンセルになりました。でその講演会っていうののギャラが10万円でしたっていう場合って僕が嘘をついたことによって彼の仕事が10万円損したわけじゃないですか。っていうのがあってじゃあ損害賠償10万円払いとかが成立するんですよ。 のでその名誉毀損の裁判の場合って名誉毀損をされてその風評被害だったりっていうのでその被害を受けた額が実際いくらなのかっていうので有名人の方がマイナスになる額がでかいので裁判をするメリットがあるんですよ逆にその全然無名な人とかでそのなんかバカとかデブとか言われて傷ついたってなったとしてもじゃあそれで 金額とししていくら損したのってなるとその嫌な気分になった傷ついたは分かるんだけど実際金額的に損してないよねってなるとじゃあそれは名誉毀損じゃなくて侮辱だよねっていうのでじゃあせいぜい10万円かなとかっていうのを裁判官に言われちゃうんですよ。で10万円の裁判やろうととすると弁護士さんに売って 頼んで手付金払ってでじゃあ裁判所がじゃあ10万円払えってなったとしても10万円を送訴したってした訴したんですけど弁護士さんの費用で大体10万円ぐらい簡単に飛んじゃうんですよなのでその10万円買ったっていう裁判の判決を得たとしても弁護士さんにかかる費用が20万とかか,かっちゃったりするので訴えてもしょうがないよねっていうのがあるので有名な人以外っていうのはそののっていうのはほとんんどやんないんですよねたまにあの個人でやる人いますけど。 なので、そのバカって言われて傷ついたっていうので、その侮辱で訴えて10万円取ったっていう裁判もあるんですけど、あれ多分、個人訴訟じゃないですかね。